モンキーズデイドリームビリーバーオリジナルをお送りしました、はい。カバーといえばやっぱりタイマーズですね。あ、メンバーはゼリー他全部で4人。このゼリーというのは本人は否定されてましたが、はい、今和の清志郎さん、今和の清志郎さんっていろんな曲カバーされてるけど全部自分の味にされてるよね。そうですね、これも見事に日本語の歌詞が、はい、調和してるんですよね。覆面バンドで、労働者風のいでたちの謎の4人組、はい、ザ・タイマーズ、メッセージ性の強い過激な歌も歌ったんですが、はい、1989年にこの曲をカバーしております、はい、お送りしましょう。タイマーズでデイドリームビリーバーです。なんか本当にいいですね、はい。タイマーズデイドリームビリーバーお送りいたしました。さあ、そして、デイビー・ジョーンズさんがメインボーカルを務めたモンキーズのナンバー、続いては自由になりたい、はい、I wanna be free という曲をお送りします。これも同じ1967年のナンバーですね、はい、モンキーズのオリジナルは、うん、当時デイビー・ジョーンズ22歳です。それでは早速ですがオリジナルをお聴きください。ザ・モンキーズで自由になりたい。フリー、自由になりたい、歌もよく知らなかったですね。話、そうですね、モンキーズといえばデイドリームビリーバー、はい、もうゴールですもんね。それ自由になりたいっていうのをヒットしたんですか。はい、この曲もやっぱり代表曲の一つのようです。でこれをカバーしているのがザ・テンプターズということで、ですってね、はい、ご存知のようにボーカルが証券ですね、はい、はいはいはい、当時19歳、1969年にカバーをしています。はあ、全く記憶にないし知らないですね、はい。どういう風にアレンジして歌ってるのか、はい、これライブバージョンでお届けします。ザ・テンプターズの自由になりたいです。なんでもいいけど、今のジャニーズ系もそうかもわかんないけど、イントロになっただけでキャーってなんなんかもうキャーって、キャーイコールなんかフレーズの中に入ってるみたい。そうですね、ちょっと聞くとこは聞かなきゃダメですよね。